じゃあそろそろ始めさせていただきます、課題曲の5番なんですが、あ、ご本人が来た。イエーイ。たくさんです、どうも。じゃあ僕が喋るよりもですね、ご本人にいろいろ話していただいた方がいいと思うので、ちょっとそういう形で進めてってもいいですか。はい、先生のご自由に。いや、もう たくさん聞きたいところ、僕も聞きたいところがあるので、多分学生さんも、はい、どういうあれでこういうふうになったとかっていう、いろいろ多分聞きたいと思う。はい、でもどうぞ。理解が深まると思うのでね、その方がいいよね。あ、じゃあそういう形に、みんなも勉強しましょう、一緒に。じゃあもうこっちの方に行って、いや、すごいラッキーですよ、先生。もういろんなことを勉強。じゃあなんかもうそういう感じじゃ なくてですね、僕も一緒に勉強させていただくっていう形なんですが、やられてどうですか。もうたくさんなんかあれですよね、質問っていうか、こう、あれが、朝から一緒に。あ、そうですか。あ、お話もお聞きになった。じゃあ僕より全然曲の理解はあれじゃないかなと思うんですが、まあ、とにかくこう細かい音符の絡みっていうのがこう本当にこう書いてありますよね。あの辺はやっぱり作品としてちゃんと明確に、早い時間でパパパパッとかっていうのがこうちゃんと入っていかなくてはならない。その32分とか16単位で一応ずつ入れ替わってるのが多いんですよね。はい、っていうその音色成立的なところなんですけど、はい、そこははめるべきところです。早くこうせーのでバンって出るときにパパパパってこう出てきたりとかっていうパターンの部分が、例えば冒頭ももちろんそうですし、はいはい、それからどこだっけな、Dの頭のところ、それからあとどっかありましたよね。まあもちろん G のところもそうですし、そういうところの、その裏で入ってくる、頭から入ってくるのはそんな難しくないですけど、裏で入るとか、その裏の裏で入るとかっていうのがすごく難しいですよね。でそれはまあ練習してきちっと入れるべきと。きちっと入れて、もうおはようございますを一人ずつ違う人が発声してるような。あ、おはようっていうみたいな感じで、全部並べたらおはようございますに聞こえるために。でもそれが人が違うし、みんな体格も違うから、なんか性別も違うから、あ、いますみたいになる面白さみたいなのをついてしまう。なので、それが、だからタイミングが合わないと、そもそもそれが聞こえなくなりますよね。例えば、おはようございますって、ここへ聞こえちゃうと、その面白さが聞けないので、ここはしっかり溜めていきたい。なるほど。ちなみにそれ関西弁ですか？関西弁で言うと、おはようございます。なるほどね。大いに関西弁は入ってると思います。あ、そうですか。きっと。わかんないですけど。あ、後から思いましたけど。はい、あ、なるほど。あ、そうやって、意図してそうやって書いてることはもちろんない。いや、ないですね。もうにじみ出てる感じです。なるほどね。ああ。よく海外行って、日本帰ってきたら、日本なんか醤油の匂いするなみたいなのあるじゃないですか。はい。なんか、韓国行ったら、ニンニクの匂いがしてみたいなのあるじゃないですか。そんな感じ、もう出てしまってる感。なあ。というのはなんかいろいろある。なるほど、なるほど、なるほど。それからすごくやっぱりその難しいなと思ったのが、まあ、細かい音符で書かれてるからなおさらなんですけど、やっぱりその三連符と、はい、要するに普通の二連符の絡み合いっていうのがすごく細かい音符で書かれている部分。例えば5小節目のサックスとクラリネットのものですよね。こういうのはやっぱりその両方とも均等に出るべき。例えば今5小節目の
この過去形の部分ですよね、はい、これに関しては、はい、こうはめるということはあんまりなくてもいいかなと、むしろそのザーって言ってこの音群のこの印象が欲しい、塊として、はい、なのでそれで言うとこのふわりがをものすごく厳密に、はい、いって、うん、その勢いが失われるというのは、うんうん、その勢いをしっかり生かして、うんうん、終わりは揃わない、はい、でもまあ終わり揃えるためにはそれぞれがちゃんと正確にこうはまってないといけないですね。何回かちゃんと確認して、なるほど。それからあともう一点、装飾音符に関してですが、はい、ほとんどの場合はこれはやっぱり鋭く前に出すっていう形、林かそのオザビーとかっていうのは、はい、どっちの解釈があってもいいとは思います。装飾音符の吹き方自体はあまり緩くなく、むしろ詰めて鋭く、はい、常にこう、なるほどですね、はい、まあ装飾っていうんですからやっぱ目立たないと装飾には基本的にはならない、はい、そう、装飾がかなり意味を持ってます。あ、意味を持ってます、はい、なるほどな。あと、短いフェルマーター、普通のフェルマータとか長いフェルマータって、まあ、3種類使われてます。で、短いフェルマータっていうのは、まあ、あんまり見たことがない形ですけれど、こういうのは、まあ、これはそのどの程度のものなのかっていう。これはまず、まあ、四角はもう一番最後しか実質出てこないので、はいはいはい、で三角と丸の比較でいうと、丸に関しては、例えば D の前とか、うんうん、ある一つの音楽のある一つのお話が終わりましたよっていうようなところで、うん、余韻を持たせてる、うん、で三角で使ってるとか、おおむねそのフレーズの最中、うん、音楽が動いてる中で少し、うん、っていう時に使ってるんですけど、うん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 、短さもそうなんですけど、なんかこう完全にこう、フェルマータが止まって、うん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 、っていうニュアンスというか、うんうん、もう長いんですけども、うんうんうん、でもこう、ちょっと溜めてるよっていうようなニュアンス、うんうん、だから少なくとも、でも音楽を止めてしまうとちょっと違う意味のところが3だと、まあ、特にそのニュアンスが強いのは一番最初の一小節目ですね。ここ棒の振り方も結構難しいですよね。その次に出てくるところは、まあ、一旦3拍目みたいになりますからね。あの6小節目のところですね。あと、ダイナミックスの幅がやっぱりそのかなりピアノ2つとかからフォルテ2つまで、フォルテ3つですね、はい、そうですね、かなり幅が広いし、それからその本当に1小節の中でギューってこういうふうが変わったりとかって、ね、それはもう要するにフォルテっていうのは当然かなり、フォルテはかなりですよ ね、 そうですね。でフォルテシモだと当然もうそれ以上っていう、基本的にはそういうことになる。ただまあ特に金管とかだけど、そのフォルテシモがあって、例えばアレグロ E に入ってから、4分の4小節のところにさらにフォルテシシモが出てきますけど、はい、もうフォルテシモの満開に吹いて、そのフォルテ3つでものすごくサウンドが荒れてしまうほどになってくると、それはそれでまた話が違ってくる。そのフォルテ3つとかのコントロールは一つ考えた方がいいです。なるほどね。音楽が優れない。うん、そうですね。それから多分いろいろなところでまあお話されてると思うんですけど、その変拍子の中でも、はい、その例の字余りの1個16分符が多いやつっていう、はい、いうのに関しては、これはなんか どうしてこうなったんですかっていう言い方は変なんですが、ああ、
そのご質問あ、そうですか、はい、いや、要するにここ取りにくいじゃないですか。これね、あの信じてもらえるかわからないんですけど、どうしてこうなったかですね。はいはい、そういう変動詞で流れてくる来た音楽が、あ、僕にとっては自然だったんです。あ、なので極めてこうリラックスして、極めてナチュラルに書いたらそうなった。あ、一個多くなった。で、こう生活しててこうなんかパッパッパッって、僕はあんまきっちり7時集合って言ったら7時に集合できるタイプじゃないんですけど、なんかあんま書けないんですけど、これなんかだから生活の中でピシッピシッっていつもいつもはいかないです、うんうん、どこかアバウトなところがあって、たと、うんうん、え毎朝7時に起きる人がいたとしても、実質地球はちょっと誤差があって、何年か1回ウルー秒で調整するようなズレがあるはずです、うんうんうん、だからズレがその生活の中にあって、当たり前で、そういう意味じゃ、なんかふん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 って歌ってるような中で、時折人間的な抑揚があって、うん、それが例えばこの曲に関しては16の9とかで現れてたり、うん、そういうところ、うん、あ、なるほどね、うん、あの、はい、なので、極めて自然なんで、なので、多分一般的にはまず最初の壁で、壁と感じられるじゃないですか、そうですね、はい、でも慣れてしまえば、慣れるというのはこの船がガーってさらう慣れるじゃなくて、まずこの表紙感というのが、はいはい、1、2、3、1、2、3、1、2、これをもう、なんか空でこう更新しながら言うぐらいにこう慣れちゃえば、多分スッて意外とふずらで見るより、うん、入ってくるんじゃないかなというところ、うん、あの、ゆっくり練習してると難しいですね。あ、正確に入れようと思うから、あのつまりはまるか、そうなんですね。で、それを一回テンポでやってみようっていうと、意外となんかパッといけちゃ そう流れがっていう感じですよね。だから一生懸命感情してやっていて、パーカッションが次にうたたたたたたって入ってくるのが結構難しいみたいですね。だからある程度こう決めつけて、ここっていうふうに入ってきた方が自然にいけるっていうような感じがあるなっていうふうに感じましたけど、まあ最初の方はまだでもあの優しいんですが、その後が難しいですね。ここのところがね、多分だからそういう生活習慣がないというか、こっちが自然に ならないといけないっていうところなんでしょうね。いやー、そんなことないと思いますけど、しかもこれドゥタラパってこうあの分散してますよね、リズムがね、はい、ですのでここがとっても、あの分散パパパってやってるところは全部あの音色線でいって、なるほどね。じゃあなおのこと、そこのところはこうきちっと それがこうちゃんと明確に聞こえてこないと、その旋律としてのこうあれはないわけですね。16分の9は僕やけたと思う。16分の9のところは僕は個人的に滝川クリステルっていう。滝川クリステルっていうと結構うまくいくことが。あ、そうですか。滝川クリステルね。すごく美しい表現だな。滝川クリステル。ダダダダダ。僕はあのこの間練習してて、ふっと思って、ダメダメダメなのよって言ったんですけど、ダメですね、それじゃね。いいと思います。そっちの方が流行りかもしれないかも。滝川クリステルね、ちょっと書いておきます。はい。あとですね、あ、それと、あの、例えば、愛のところなんですが、まあ、実際そのコンクールでこれ演奏するときにコントラバスが2台ない場合っていうのかなりあると思うんですよね。その際、そのこの現場、その DVD はどうしましょうか。確かそのシオンさんが思想で横に向かれたときは、はい、
もう確か上捨てて下だけで、まあ、前からのあれ流れだと下になっちゃいますよね、はい、うんうん、あれでも、先に伊藤先生がおっしゃるのはなんかダブルストップでできるところは今していらっしゃる例のところは今語源を使っているので、ああ、例の感想です、うんうんうん、僕ではないですね。で、愛はもうできないですからね。じゃあやっぱりこれは当然したということで。これ下上捨てて下を引いて上のその音がなくても規定には抵触しないんですか。それも解釈なんですが、まあ人がいないので。やらなくてもやってないっていうのはそれは OK だと思うんです。それからじゃあその音がないから別の楽器に置き換えるっていうのもありなんですよね、実は。なのでもしかしたらこれまあ可能な楽器だとやっぱりすぐそばにいるそのチューバーで少しこうちっちゃめに吹くとかっていう。でもここフォルティシモって書いてありますよね。でもこれはあくまでコントラバスのフォルティシモなのですね。もうチューバーに置き換えてチューバーが満開に取れてしまうと多分、うん、じゃあもうちょっと落とし気味でバランスさえ整えば音があった方が本当はいいですかね。うまく取れる、うまく取れる、オクターブで、はい、綺麗に、うん、まあチューバーに置き換えるっていう方法もありかなとは思いました。まあ、規定上もそれは大丈夫だと思います。それからあと一番最後の K からのポコ・ルバートの、はい、まあ、考え方は、はい、あえてその演奏者に解釈の幅を持たせるようにしたかったので、まあ、ルバートになるんです。だから言ってしまうとどういう演奏になっても OK だと思って。なるほど。僕自身それが楽しみで、うん、演奏者の方のその想像をうまく見てやっていくこと、うんうんうん、なるほどね。ただまあ実際ティンパニーとチャイムが、同じ動きを合わせるっていうことの難しさっていう部分もものすごくあるので、まあ、とりあえず今のところはこういうふうにはしてますけど、そこの中に動きに少しこ う、ね、うん、あれがあればやっぱ面白いですよね。何回か曲演奏聞きましたけど、うんうんうん、もう全然ルバートそもそもせずに行っちゃってるところもあったりする、うんうんうん、そうするとやっぱりちょっと面白くない。3小節目あたりのところはなんか十分にこうたっぷり できますよね。この長い音符になって意外とそのソリにこう注目しがちなんですけど、このバスドラムとサステルシンバルも多いのを暴れていただいていい。ああ、こういうのですね。はい、なるほどね。わかった今の。なもうちょっとそのソリがやってるのをもう食ってかかるぐらいにやっても僕としては全然。こういうの、うん、こういうのね、うん、2人でやってますよね。でそれぞれだから書いてある記号の付き方が違うっていうことはもうかなり自由にそれぞれのあれでやってくださいっていうことだと思うんだけど、うん、こういう小さくは変なものであるとさっきといつも例えばこういうクレッシェンド練習してこう決まったこうクレッシェンド決まった決まった長さにうんうんうん、ここに関してはもうその日の気まぐれでいいとすら思ってます。うん、なるほど。バンドが許せば。なるほど、ね、なるほど、なるほど。そうですね。あと終わりから2つ前の、フェルマータの、まあ、この長瀬田的なものは、まあ、当然だから長いですよね。僕はまあだから今そうでしょうね、大体クレッシェンドの感じを見て次のピッコロと
グロッケに合図を出してっていう形 でそれからさらにギューッと上がってジャンと終わるっていう形にはしてるんですけれど、そういうような性格の取り方でいいですね。皆さんの方から何かこうご譜面を、まあ、結構この曲練習はいっぱいしましたが、あのなんか質問、この際質問とかっていうのはないですか。せっかくあのいらしてくださってるので、パッカッションはどう。そう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 、だから、動きはずれちゃずれない方がいいですよね。そうですね、基本的にはそうです。ただ可能性の話ですよ、うん、可能性なんです。あの基本的にその解釈があっていると思います。でただ可能性として、いやもうそんなんワードとか出ねえから、うん、今こっちとこっちだからそれぞれなんかもうそれこそ最高に一歩ここやっちゃえみたいな風にもしされたら、それはそれでおもろってなんやねんとはなりません。なるほどなるほどなるほど、うん、なんか揃えよう揃えようとするとすごくギクシャクしてた感じに聞こえますよね。でここ特にあの普通の大きな三連符と次の小節でその細かい六連符と同じ2倍のあれになるので、ここがあのヤンタンタンタタタタタっていう風になりやすいですよね。だからその辺がこう自由にヤンタ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 ンみたいな感じにこうちょっとあの日本楽のあの太鼓が今先生が歌われたように、うん、ここはだから 4で書いてますけど、うん、そういう表紙感ではなくて今みたいな線だったりエネルギーの流れが現れるのが一番、だからこ自然とこういう風になっていくみたいな、あの抑揚がつくといい。それでまた多分あの2拍目の3連符のところ大きな3連符になるので、そこで一旦少し緩むんだよね。でまた今度6連符から4つ4つ8連符に行くっていうことは当然こういう風になっていくわけだよね、うん、なんか そういう流れが あればいいかもしれないね。すいません、クリニックなのにいろいろ教えていただいちゃって、ありがとうございます。時間ないし、もうあと10分ぐらい。何か答えますでしょうか。もう十分あれでしょうか。じゃあちょっと聞いていただいて、あのもし何かあったら、頑張ってね。あ、見えますか。もしあれだったら、あの、うん、こっちに。Thank you.
最後あの途中がちょっと一箇所だけ危なかったです。何かあのここはもっとこういう風な感じの方がいいとかっていう場所があったらぜひ。たくさんあるでしょう。あでもそのなんていうかきっと他の曲よりも時間をかけて練習してくださってると思うんです。で、はい、譜面をある程度こう飲み込んでる今段階だと思うんですが、うんうんうん、この曲の多分楽しいのは今からだと思うんです。うんうんうん、今からなんですね。もうちょっと。今だから合わせるべきところなく今合わせに行ってて、うんうんうん、でもまだ例えばバランスを取ったりだとか、うんうんうん、音の僕よく使うその硬さだとか柔らかさだとか、うんうんうん、そういうところまで多分まだまさにこれからだと思うんですけど、うん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 、そういうところをこうなんか味わっていくのが多分この曲の一つの醍醐味だと思うんですけど、うん、ちなみに今の演奏で例えば少しだけ申し上げますと、でも一番わかりやすいのはもうラルゴの音楽とアレグロの音楽というのは性質が違うので、うんうんうん、アレグロは多分譜面的には多分最初に厄介だと思われる箇所だと思いますよね、うん、ここはでも技術的なところをクリアすればそれなりにハマれば、うん、あこういう音楽ねっていうのがある程度聞こえるんですけど、うん、僕個人的にはむしろ、さらった後によりこう味わいを見せていくのはラルゴかなと思ってて、うん、でラルゴの方がその色彩のグラデーションだとか、うんダイナミックスの変化もそうですし、うん、音の立体的な交差もあるし、うん、モチーフの入り組み方もそうですし、例えば E のアレグロなんかはリズムは入り組んでますけど全部こう整えていけばユニゾンの動きとか結構多いんですよ、うん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 、でそれに対してラルゴっていうのはハーモニーも結構複雑で、うん、しかも旋律と絡めて流動的に和声が変化してたりとか、うんうんうん、それがまたダイナミックのこういうのと相まってとかっていうところの色の付け具合かなりだから微妙なところまでこうセンスを発揮すべきところだと思うんですね、うんうんうん、なのでそこら辺の単調がこれからなさっていけばいいかと思いますし、あと皆さんスコアお持ちなんですか？スコアというよりも伊藤先生がお作りになった ああいうのはあれですけど、おそらくその僕もスコア見せていただいて、もう当然そのラウル号四分音符いくつっていうふうなこうなので、本当はすごくこうなんていうかな、こうゆったりしている感じの中に細かい音符のこう絡みがある。でそのまあ演奏する立場としてやっぱりその中で八分音符の裏を感じたり十六分音符を感じたりしなきゃいけないので。練習は1と2と3と やんなきゃいけないし、まだもうおそらくそういう段階なので、それがなくなると分かんなくなっちゃう可能性はもう十分にあるので、そういうふうにやってたんですけど、本来ならば感じとしては1と2と3と4とっていう中にその細かい音符がこうきっと正確に入るっていうことが大事なんです、はい、音楽の最終形はそうですね。でももちろんですけど、実際に完成するになったら絶対こうやって取る段階が絶対あると、ありますよね。それは全然あっていいと思います。そうですね、うん、まあ、もしやるとしてもそれがあんまり出すぎないようにやっていかないきゃいけないっていうこともそうですね。だからこれに慣れちゃってこれにはめようとすると、そうです、ね、もう音楽の流れっていうのが全然なくなっちゃいますもんね。ちょっと違って、ね、そうですね、はい、分かりました。何かありませんか？いいですか？お好きでした。いやでも やっていけばやっていこうと、やっぱりね、スルメみたいなもんで、こうなんかこういうのは面白いですよね。これちなみに、はい、ちょっとこの人なんかちょっととっつきにくそうやけど、喋ってみたら意外とええ人やみたいな、ないですか？そういう時あるやん、そんな曲なので、まずはこう取り組んでみて、うんうん、最初の壁を乗り越えると、その後は面白い、そう、この数ヶ月を
深く味わえるだけの音楽を集めてるつもり、うんうん、そうですね、はい、このちなみに、暁闇の宴っていう、これはそのどういうふうなことからこういうタイトルが、これはですね、僕いつもそうなんですけど、曲書く段階ではタイトル全く決めないんですそれからこういうちょっと情景的な言葉を使ってますけど、イメージから出発したわけでもないです作曲するときはあくまで音を純粋に紡いでいくわけなんですけど、で、書き上げたものに対して自分自らイメージを湧き起こすんですけども、暁闇っていうのはもともとこの曲を書く前に僕の他の作品だとか、あるいは、演奏も少しするんですが、演奏を聴いていただいたある方が暁闇だ、暁闇を想起したっておっしゃったんですね、うん、で、僕もその時に初めて聞いたんです、実は暁闇って何やと思って、うん、で、それで調べて、あ、なるほどなって、これはでも、もともと僕がずっと幼い頃から抱いてた世界観、うん、そういうのが美しいと思ってたその世界観とすごい合致したので、いつかタイトルとかに使いたいなと思ってた、うん、で、これうまく書けたし、これ使ったれと、うん、で、本当は暁闇の、なんか暁闇の冬みたいな、うんうん、もう少しきれいめな感じでいこうと思ったんですけど、うん、いいのアレグロみたいなわけのわからないことを書いてしまったので、うん、ちょっとなんかもう少しタイトルに整合性を持たせないとなと思って、うんうん、これ歌りやなと思って、うんうん、まあ、そういうことから何でしょうね、こう少しイメージを持つとかっていうこともやっぱり演奏者にとっては あれですよね、はい、ちなみに行案ではないです、これよく聞かれるんです、行案ではなくて暁闇です、初め読めなかったですけど ね意外にも楽譜に振り仮名もなかった、あなるほど、よく問い合わせをして暁闇行案という読み方もあります、あなるほど、なるほど、実はありますけど、うん、この曲に関しては暁、あ、そうですか。はい。わかりました。じゃあ、そろそろお時間ですよね。皆さんいいですか？うん。とても勉強になったと思いますので、よりこの曲に対する、なんかこう、なんていうの、造形が深くなったというかね、これからやられる時も、うん、そういうことをいろいろ頭に入れてやってみてください。ありがとうございました。すみません。これで終わらせていただきます。すみません。ありがとうございました。ハズロンでした。ありがとうございます。